レバンテはイタリアの自動車メーカーであるマセラティが2016年より製造・販売しているスポーツユーティリティビークルである。社名のレバンテとは地中海からジブラルタル海峡へ吹き抜ける東風を意味する。2011年のフランクフルトモーターショーで SUV コンセプトカーである空ンを発表。2016年3月のジュネーブモーターショーに 市販型として正式にレバンテとして発表された。創立から100年以上の歴史を持つマセラティで SUV の発売は初である。ラインナップはレバンテと上級モデルのレバンテ S、レバンテディーゼルの3種類。2018年にはそれぞれグランルッソとグランスポーツというトリムオプションが追加された。基本アーキテクチャはマセラティギブリと共通になっている。 内外装はマセラティのチェントロスティールが担当。フロントエンドのデザインはギブリに共通するもの。サイドのサンレにエアダクトもマセラティを象徴するものである。エンジンはフェラーリとの共同開発でガソリンエンジンは3.0リットル V 型6気筒 DOHC ツインターボ。ディーゼルエンジンは3.0リットル V 型6気筒 DOHC ターボ。 レバンテー S では最高出力が 430PS、5750rpm に引き上げられる。駆動系はギブリでも採用されている Q4 と呼ばれるインテリジェントオードシステムを搭載する。走行モードは4種類、エアサスペンションは6段階に調整することができる。トランスミッションは ZF 製の8速 AT。2016年内からトリノにあるフィアットのミラフより、 工場で生産される。日本では2016年5月10日より販売を開始した。レバンテトロフェオ2018年には3.8リットル V 型8気筒 DOHC ツインターボエンジンを搭載するレバンテ GTS とレバンテトロフェオが追加された。エンジンはクアトロポルテ GTS に搭載されている V8 ツインターボイニットを移植し、 駆動系の Q4 システムとマッチングするため各部を再設計している。最高出力は GTS は 550PS6250rpm、トップグレードモデルのトロフェオは 590PS6250rpm を発生する。新たに車両統合制御システムが導入され、走行モードにはローンチコントロール付きのコルサが追加された。 ABCDEFG マセラティブランド初の SUV 新型レバンテ国内発表価格は1080万円からカーウォッチ2019年8月26日閲覧世界の主な局地風コトバンク2019年8月26日閲覧フランクフルトモーターショー11マセラティ初の SUV 空番エンジンは フェラーリセレスポンス。ジュネーブモーターショー16。マセラティ。レバンテ発表。初の SUV レスポンス。マセラティレバンテマイ2018は2種のトリム構成右ハンドルも。オートカー。2019年8月26日閲覧。マセラティが初の SUV。レバンテを発売。ウェブクグイタリア語のトロフェオはトロフィーの意味。マセラティ。新型レバンテトロフェオ。公開。 3 8リットルツインターボ V8 エンジン搭載ニューヨークショー2018オートルック12019年8月26日閲覧マセラティがレバンテ GTS を世界初公開ウェブクグ2019年8月26日閲覧 AB マセラティレバンテトロフェを忘れ得ぬ快楽ウェブクグ2019年8月26日閲覧 ありがとうございます。